まずはたくさんのリスナーの方から坂東さん、同じような内容のメールをいただいておりまして、代表してこちらの方のメールをご紹介いたします。本当にもうねびっくりしましたですよ、はい、まさかと思ったんでね、はい、埼玉市浦和区のラジオネーム勝ちたいんやさんからいただきました、はい、ありがとうございます、星野仙一さんの突然の訃報には本当に驚きました。70歳という年齢は今の時代では早いと思います。阪神ファンの私からすれば90年代からの暗黒の虎時代が続く中、2003年に18年ぶりに優勝に導いてくれた功績は一生忘れることができません。お会いする機会があったらぜひお礼を言いたかったので本当に残念です。坂東さんはすぐに後を追いますので待っていてくださいねとコメントされていましたが、そんなことはおっしゃらずに星野さんのエピソードを後世に伝える意味でも星野さんの分まで長生きしてくださいね。そして星野さんには天国にいる奥様や盟友の島野郁夫さんや明治大学時代の恩師島岡吉郎監督との再会を果たしてほしいです。心よりご冥福をお祈りいたしますということです。いやー、埼玉のねこの勝谷さん、はい、ありがとうございます。今あの島野くんの名前が出てきたんで、もう本当にあの嬉しいございまして、はい、星野くんですけども、はい、島野がいたからこそ本当に阪神であれだけの成績が残せたんです、はい、ただその坂東さんは、うん、まあ、この星野さんのこの中日ドラゴンズのもう大先輩に当たるわけですが、坂東さんが7つ、星野さんよりも上でいらっしゃいます。で坂東さん現役最後の年1969年にこの時星野さんがルーキーとして入ってきて1年だけこの同じユニフォームを着て、チームメイトとして過ごされているわけですが、だからピッチャーとしたりね、あのいわゆる本当に選手としては僕は二流だと思います。あ、星野さんは実はだけど気持ちというか向かっていく気持ち、普通だったらねあんな球でね王長嶋にね向かっていったらおかしいですというふうな話をですね、今日は埼玉市浦和区のラジオネーム勝田さんからいただきました。坂東、はい、さんだからこそを語れるこの星野さんのエピソードを今日はたっぷりと伺ってまいりたいと思います。まあ、実はあの坂東さんはこの番組で年明けには昨年末に行われたこの星野仙一さんの野球殿堂入りを祝う会のお話を伺う予定でもあったんですけれどもまあこの訃報が舞い込んでまいりまして、たっぷりと今日はこの星野仙一さんとの思い出をお話しいただきます。坂東英二歴史の証人。プロ野球の長い歴史の中で今も伝説として語り継がれている様々なシーンや人物を歴史の生き証人坂東さんに解説していただいています。今回はこちらです。燃える男東証星野仙一さん天国へ。今週は時間の許す限り坂東さんにこの星野仙一さんとの思い出エピソードをお話しいただきたいと思います。まあ、星野さん1982年に現役引退された後に本来ならばそのままコーチとしてチームに残ることもできたんですが、まあ、一度現場を離れて外に出た方がええよと、その方が稼げるからとも坂東さんこの星野さんにお話になったと言われてるんですが、いや、はい、だからあの初めにねあの島野くんのことを言いましたけど、今頃島野くんとおそらくなあしんどかったなあっておそらく話してるんじゃなかろうかと。そしてシーズンがね始まったらおそらくこの二人は甲子園のベンチの片隅に二人は座ってると思います。天国からね見つめてらっしゃるかもしれませんが、はい、金本君本当に頼りにしとった方がいいですよ。聞く見たりとった方がはい。まあ、今回も我々も本当にこの訃報を聞いて驚いたんですが、星野さんが副会長を務めていらっしゃった東北楽天ゴールデンイーグルスからの発表で我々も知ることになりました。まあ、それによると2016年7月に急性膵炎を発症したことをきっかけに膵臓がんであることが判明し、でその後体調に波はあったものの仕事に支障をきたすことなく過ごしていたんですが、昨年末より病状が悪化、まあ、最後は昼寝でもしているような安らかな表情でご家族に看取られて旅立たれましたという東北楽天ゴールデンイーグルスからの発表がありました。はい、しかしあの今こういうことを言うのもなんですけども、よかったなせん奥様のね、あ、短い結婚生50歳ちょっとで奥様は旅立たれたんで、はい、奥様房子さんとおっしゃいますが、はい、1997年に、そうですね、亡くされていまして、去年51歳でいらっしゃったんですね。そうです、奥様はね、あの去年って本当にねこの時に僕は星野っていうのは心優しい男だな、本当に僕そのね葬儀のお通夜の時に一人で
着いたのがもう午前0時を回る頃だったんですけど、大きな名古屋市のね、お寺さんでしたけども、はい、そしたらそこへプツーンと立ってね、肩がこう震えてるのが見えたんで、僕近くへ行って、先、お別れだったんだなって言ったらね、バンちゃんありがとうっつってね、彼の本当にあの涙声を直に聞いたのは、そうたくさんね、オンエアとかいろんなところで優勝したりした時にね、感激するのはわかりますけども、あんな男があんな寂しい姿になるのかなと思ったんですけども、僕今それを思うと本当に寂しいです、彼がいなくなったのが。彼ってね、おかしいもん、約束は守ってるはずやもん、絶対約束守る男でしたからね、勝つんだっつったら勝ってたんですから、俺より先行くっていうのはおかしいですね。まあ、コメントでも、まさかこの奥様も含めて自分が見送ることになるとは寂しい限りですと、うん、まあ、こう、おっしゃっていたんですが、あの、星野さんのこの現役時代をちょっと振り返りますと、坂東さん一番最後の、はい、引退される年に、この星野さんが中日ドラゴンズにルーキーとして入ってきて、はいはい、冒頭でもちょっと坂東さん触れていらっしゃいたんですが、この星野さんって言って我々からするとものすごいボールを投げていたんだろうなというイメージがあるんですが、いえいえ、あのコントロールはまあまあだったんですけど、球威は二流ですよ。実際はそうだったんですね。あ、もうそんなもんすごいストレートがあるわけでもなく、あ、ただカーブはちょっと大きなね、こう描くだけで、はい、フォークも投げてましたけど、それはもう僕のフォークの方がよっぽどすごかったです。ああ、もう当時はね、やっぱり坂東さん、球威も僕の方が上だったです。そうですね。この鳴り物入りで入られたこの坂東さんのこの低く、そうですね、伸びていくボール、そしてフォークボールに比べるとっていうところはあったわけですね。それはもし機会があったらワンちゃんゲストで来ていただいて、どっちがすごかったって聞いたら、さあ大沢君はきっとバンドって言いますよ。あの実はその1969年昭和44年の5月5日広島戦でこれプロ初勝利を挙げてるんですが、その前の4月13日これがプロ初登板だったんです。これも広島戦で。で、2回3失点でノックアウトされてるんですね。というの、今でこそね、赤ヘルとかどうのこの言っても、あの、その当時、広島に投げるというのは、はい、あの、テスト、そういう球団でしたから。試しにルーキー投げてきてみて。つばめ、そうそう、いっぺん行ってこいっつって。ほいで、これで見て、まあまあ抑えたんだ。その当時はやっぱり巨人阪神をどれくらい抑えるかっていうのは目標でしたから、中日も。はい。やっぱり一応上位3球団でしたからね。まあ、ただそのカープ戦でいきなり4月の初登板で星野選手さんは打たれてノックアウトで2軍に行くことになるんですね。そうです、そうです。で、この時監督は水原茂さんで、ランニングと300球を投げ込み、これをノルマを課して、星野さんは投げ込んで、また再び5月1ヶ月後上がってきて、同じ広島戦で投げるんですね、これね。その時に、またあの、僕はもうベンチで、ああ、また打たれるわ、これ。見とってもホームランやと、これ。ああ、まあ、間違いない、ライトホームランやと。それがよう当たってたんですよ。その時に、僕が一番不安だったのが星野誠一。あ、そうなんですか。先発、それぐらいの球威でしたから。ああ。まあ、実際、このエピソードとして、はい、まあ、この5月5日、うん、この時は7回途中まで投げて、5安打、失点1で、プロ初勝利を挙げるんですが、まあ、この時も先制を許しながら、なんとか、こう、味方が3点奪って逆転。まあ、そのきっかけになったのは、ベテラン高木時生捕手が相手のエンドランを見破ってウエストボールを投げさせてランナーをアウトしたところから立ち直ったと。そういうことです。だからね、あの、本当に野手に助けてもらわないと無理だったというぐらいの球威でしたから。ただそれのにね、なぜか向かっていくんですよ、彼。あれはなんだろうね、もう捨てるもんがなかったのかなと思うの。捨て身のピッチングでしたね。我が身を顧みないというか、その代わり、きめ細やかでしたよ、性格は。そうですか。だから配球とか、それに、時あんちゃんというのは、ものすごい優しい人でしたから。時あんちゃんって、このバッテリーで高木時生捕手。はい。時あんちゃん。で、弟の方が高木森道。同じ高木生だから。高木生。もう一人いたんだ、カズミッチのが。これもキャッチャーだった。三人いたんですよ、一つのチーム、高木が。それで、こう、年長の高木時生さんを時あんちゃんと呼んでらっしゃったと。はい、だから、そういうことからすると、もう本当に、何でもかんでも自分が一番と多分ね、言い聞かせてたんだろうと思う。自分の球威からすると。自己暗示にかけて。はい、だから長島でも王でもね、攻めていくんです。あの球威だったらいかんって攻めたら。
あ、そこがある意味この星野さんの魅力でもあったのかもしれませんね。そして王長嶋が打てなかったのは、他の人は逃げるでしょう、アウトコースボール、はい、インコースボールとか、はい、そしたら星野はもうほんともう無鉄砲に行くもんだから、ほらびっくりします、配球からしてもね。そうですね。だから本当に彼ぐらいハートで投げてたピッチャーっていうのは僕知りませんね。あ、はい、勝負事っていうのは、はい、そのハートなんだっていうところをね、はい、まあしかし本当に実は、合法来落に見えて、細やかな。神経の細やかな。どちらかと、女性のような神経質な。はい。だからもう僕らへの心配りというか、だからもう去年のね、それこそ、殿堂入りの、大阪で、東京も呼んでいただいたので、もう、バンちゃん今度いいよと、大丈夫。大阪でもやるから。あ、そう。その時に、あ、名古屋やらんねやな、と思って。それで行った時に、そうすると、ね、周り見たら、え？ね、大貞治とか吉田芳雄さんとかおるのに、パンちゃんこっちやって。で、僕はど真ん中よ、控え室も。うわぁ。もうそれだったらね、はい、大貞治より僕の方が上座におるっていうのはおかしい。いや、でも本当にだから星野さんと坂東さんのこの仲というのがよくわかるなっていう感じはするんですけど。それとね、いつも一番こう、なんていうのか、苦しい時に僕が能天気なのかなのか、話してると忘れれたんでしょうね。とんでもないこと言って、あの女優さんどうとかね。こちらが聞くんだよね。それで一番のバックボーンは高倉健さんなんです。ミスターベースボールっていう映画をお撮りになった。そうですね。それで僕が電話入れて、はい、ロケが中日球場でやるよと。ええ、そして健さんがなんか監督室を使えるかなって言ってたから、つって、おい大丈夫かつって言ったら、え本当にどういうふうに思うか、普通にしとけ、普通にして。そしたら、あの方は、普通に接してくれるから。そして、球場へ行ったら、はい、もう健さんが入ってた。監督室へ。綺麗にセットのようにしておいて、はい、そこへ星野が行った。そしたら健さんが、ペッと直立するので、監督、高倉健です。頭下げたとき、本当にね、足ガクガクだったって。ああ、そうですか。あんな大俳優がね、はい、直立不動で私に、あり余るような礼をしてくれたという。感激されたですね、星野さんね。あれほどもう見事な男の人を拝見したことはなかったって言ってましたもんね。だからもう、さんまもそうだったけども、さんまに勝るとも劣らぬね、明るさと、それと気遣いと。はい。だからさんまちゃんもやっぱり、メールは来てましたけどね、ショックって来てたんだけです。あ、そうですか。はい。ほら、それ以上何にもないでしょう。そうですね。あの男に対しては。はい。だけど、こうやってね、お亡くなりになってね、こうして上から見られてても、お前、早う来いよ、エイジって、エレバンちゃんって言ってくれてるんで、まあ、間もなく行きますからね。いや、もうそんなことをおっしゃらずに、ぜひね、星野さんの話は、まだまだこれ、今日だけでは語り尽くせないところがいっぱいありますんで。まだまだありますから。本当に島野くんとどうか、ね、楽しい夕食でも食べといてくださいよ。はい。今週は先日天国に旅立たれました星野仙一さんとの思い出を坂東さんに伺いました。以上、歴史の証人のコーナーでした。